日本航空の航空事故及びインシデントは、日本航空が関係する航空事故及びオーバーランなどの重大なインシデントを一覧にしたものである。JA などグループ企業の事故、インシデントも対象に含むが、日本航空に吸収合併された日本エアシステムが起こした航空事故については別途、日本エアシステムの航空事故及びインシデントを参照されたい。 また、日本航空が遭遇した、ハイジャック事件については、日本航空ハイジャック事件を参照のこと。なお、社名については、事故当時の名称とする。墜落した木星号1952年4月9日、日本航空301便木星号マーチン2から、0から2型機が、伊豆大島の三原山五人ジャヤ付近に墜落し、搭乗員37名の全員が死亡した。 ボイスレコーダー、フライトレコーダーともに搭載されていなかったこともあり、事故原因は不明。1957年9月30日、日本航空108便運前号 DC-4B 型機が、伊丹空港を離陸後間もなく、当該機のエンジン4発のうち3発が不調となり、空港から南約 1km の豊中市付近の工作地に、不時着して炎上した。 乗客51名乗員4名のうち5名が重軽傷を負った。1961年4月24日、サンフランシスコ発羽田行きとして運行中の DC-8 から32型機が羽田空港に着陸したところ滑走路を30メートルオーバーランし、排水口に突っ込み、機種や左主翼、胴体下部、車輪などを破損し中破した。滑走路路面が雨で濡れており、 着陸後の制動に失敗したためであった。本機は事故後、修復工事及びエンジン乾燥や航続距離アップなどの改造が行われ、形式名が DC-8 から53に変更された。また、日本航空は事故の原をしのため、1963年2月に機体記号 JA8008 として登記し、愛称を松島号に解消した。事故で、 機体記号と相性を変更した初めてのケースであった。1962年4月10日、伊丹空港に着陸しようとしていた DC-4 型機が設置時に足の固定が外れ胴体着陸となった。1963年12月30日、沖縄上空で訓練中の DC-8 型機がフラットスピンに陥り、第1エンジンと第4エンジンが 脱落、さらに電気系統も停止した。訓練機は緊急事態を宣言し、那覇空港へ緊急着陸した。1965年2月27日、日本航空のコンベア 880-22M が、一き空港で、タッチゴーの訓練中、操縦ミスにより、主脚を滑走路末端に引っ掛け墜落した。機体は大破炎上し全損となり、 乗員6名中2名が重傷を負った。1965年12月25日、DC-8 から33が813便としてアメリカのサンフランシスコから羽田に向けて離陸して間もなく第一エンジンが爆発炎上し、対岸のオークランド空港に緊急着陸した。負傷者はいなかった。定期点検の際に、 低圧圧縮機のトルクリングの取り付け方が悪く、エンジン構造が分解して爆発したものとされた。1966年8月26日、コンベア880から 22M が、羽田空港で、ワンエンジンクリティカル、カットアウトの訓練中、急激な肩滑りから滑走路を逸脱し、膠着装置が破壊され墜落炎上自然損となり、 乗員4名及び運輸省航空局係官1名の全員が死亡した。1967年7月2日、仙台訓練所でタッチゴーの訓練中だった日本航空のビーチクラフト H18 型機が操縦ミスにより水田に不時着し訓練生4名が負傷した。1967年10月5日、山形空港付近の最上川で 低空にて訓練中の日本航空のビーチクラフト H18 型機が最上川に張ってあった私船誘導用のロープに主脚を引っ掛け墜落した。これにより乗員4名の全員が死亡した。1968年11月22日、DC-8 から62がサンフランシスコへの着陸降下中、オートパイロットの不適正な操作のため所定の 飛行方式から逸脱し、空港から 5km 離れたサンフランシスコ湾上に着水した。怪我人はいなかった。1969年4月4日、台北発痛み行きのコンベア 880-22M が痛み空港を着陸時にオーバーランし、乗客2名が負傷した。1969年6月24日、コンベア880から 22M が アメリカのモーゼスレイクにあるグラントカウンティ空港でワンエンジンクリティカルカットアウトの訓練中、急激な肩滑りから滑走路を逸脱し、わずかに離陸したもののバランスを崩したまま墜落炎上し、搭乗員5名中3名が死亡した。1966年の羽田空港事故と全く同じ対応であり、操縦ミスが主因とされたが、コンベア880固有の問題の他に、 マイクロバースト原因説も挙げられた。1970年10月13日、サンディエゴのサンミゲル PSA 訓練所で、パイパー PA-23 アズテックによる訓練を行っていた日本航空の訓練機が訓練中にスピンを起こして操縦不能となり墜落、登場していた訓練生が死亡した。 ダグラス DC-8 から53型機1972年5月15日、羽田発福岡駅の DC-8 の61型機が、羽田空港を離陸中に、滑走道端から2000フィート付近で滑走路を逸脱し、横向きのまま約300メートル芝生上を暴走した。暴走中に、足やすべてのエンジンが損壊、脱落したほか、 再び滑走路上に機体を乗り上げた際に第4、エンジン取付部付近から出火した。16名が重軽傷を負った。原因は雨のため滑りやすくなっていた。滑走路でこれに生態しないまま離陸滑走を始めたこと、航空機の変更の初動を発見するのが遅れたこと、さらに変更修正のためのステアリングとパワーの使用操作が適切でなかったことによる。 なお事故機は修復され、その後も長らく日本航空で使用されて、1987年12月31日、日本航空における DC-8 として最後の営業飛行を行っている。1972年6月14日、日本航空471便 DC-8 の53型機がニューデリーのパラム空港への着陸侵入中に、 空港の約2 4トル手前のジャム中半に墜落。乗員乗客89名中86名と、地上の工事作業員4名が死亡した。1972年9月7日、ソウル発大阪行きの日本航空962便、DC-8 の62型機が、金浦空港で、離陸滑走開始直後に滑走路を右に逸脱、タイヤをバーストさせて停止した。 乗員9名、乗客101名に怪我はなかった。原因は、機長が運行規定を守らずに速度を超過したまま、誘導路から滑走路へ侵入、機体が滑走路に生態しないまま離陸滑走を始めたことによる。1972年9月24日、日本航空412便 DC-8 の53型機が、ボンベイのサンタクルズ国際空港へ、 着陸侵入の際、誤って約 3.7km 手前にある小型機専用の10空港に着陸し、滑走路を一掃して大破した。乗員2名と乗客9名の計11名が負傷した。1972年11月29日、日本航空446便 DC-8 の62型機が、モスクワのシェレメーチエボ国際空港を離陸直後に、 エンジンから出火、失速し墜落した。乗員乗客76名中62名が死亡した。1975年2月3日、羽田空港からコッペンハーゲン空港を経由して、シャルルド・ゴール国際空港へ向かっていた日本航空のボーイング747の機内で集団食中毒が発生した。これにより、乗員乗客364人中197人が、 症状を訴え、うち144人が入院した。原因は、朝食として配膳されたオムレツを扱ったコックの手が、ブドウ球菌に汚染されていたことだった。この事件は、民海航空機史上最大の集団食中毒である。1975年11月2日、羽田発ハンブルク行域のボーイング747の100アンペア型機が、アンカレ自国際空港へ着陸時に、 前足が引っ込んだまま着陸式体を損傷した。乗員乗客に怪我はなかった。滑落した422便1975年12月16日、日本航空422便アンカレッジ発、東京行きのボーイング747の246バイト型機が、誘導路の北側に逸脱し平均傾斜13度の積雪の土手を滑落し定し、 乗客乗員2名が重傷となり、9名が軽傷となった。原因は誘導路の凍結と強い横風のためだが、空港管理者の凍結への対策が不十分であったことと、羽田空港の着陸制限時間内に到着するスケジュールを優先した機長の不適切な判断があったとしている。1977年1月13日、 日本航空の貨物便8054便 DC-8 から 62AF 型機がアンカレッジ国際空港を離陸直後に墜落炎上し乗員5名の全員が死亡した機体に降力があったのに加え飲酒していた機長が離陸直後に操縦ミスを犯したため他のクルーが泥酔した機長に操縦をやめさせなかったことも問題であると指摘されている 1977年9月27日、日本航空715便 DC-8 の62型機が、悪天候の中、クアラルンプール国際空港に着陸侵入中、空港手前 7.7km 付近にある標高、約 80m のゴム園の丘に墜落した。搭乗員78名中34名が死亡した。悪天候により、航路を見失ったことが原因とされる。 1978年6月2日、日本航空115便ボーイング 747SR-46 型機が伊丹空港に着陸する際に機体ビブを滑走路面に接触。乗客3名が重軽傷を負った。原因は設置時における返し操作が適切でなかったため、この事故による機体の不適切な修理が原因の一つと、 なって、1985年に、日本航空123便墜落事故が発生した。1982年が羽田空港への着陸侵入中に突然失速して、滑走路沖の東京湾に墜落した。搭乗員174名、中乗客24名が死亡した。機長が着陸直前に逆噴射をするなどの異常操作が原因であった。 1982年8月26日、南西航空611便ボーイング737から200が、石垣空港への着陸時にオーバーランして滑走路、終端付近の雑木林に突入、乗員乗客の後期後に爆発炎上。乗員乗客のうち3人が負傷。着陸侵入中の操縦士が適切な制動操作を行わなかったのが原因とされる。 同空港は滑走路が短いものの暫定的にジェット機が就航していたが、この事故などを機に空港の改築、または新空港の建設への議論が高まった。1982年9月17日、上海から成田に向かっていた DC-8 から61が離陸直後に主翼に取り付けられていた部品が爆発し、油圧系統に損傷を受けたため、 離陸したばかりの上海公共国際空港へ緊急着陸した。だが、油圧系統故障のために、フラップが十分に出せなかったため、オーバーランし、空港脇の土手に機体を激突させ中破した。乗員乗客124名のうち18名が重傷、29名が軽傷を負った。なお、事故機は、日本航空の DC-8 の事故抹消7番目かつ、 最後の期待となった。この年の日本航空にとって4件目の重大事故であり、社会的批判を受けた。この機材は現地で登録抹消となったが、損傷箇所は修理され、1986年より上海市の上海港空広市中心にて展示されている。1985年8月12日、 羽田空港発伊丹空港行きの日本航空123便、ボーイング 747SR-100 型機が羽田から離陸して12分後、伊豆半島上空付近で操縦不能に陥り、そこから32分間の迷走飛行の末、群馬県田野郡上野村の押ス高山の尾根に墜落した。搭乗員524名中520名が死亡した。 旅客機の単独機事故としては、世界でも最大の犠牲者数を出した事故である。日本航空123便という便名は、1985年9月1日のダイヤ改正以降欠番とされ、後にタイとなる日本航空122便も欠番扱いになった。1985年12月3日、 連続離着陸訓練中のパイパー PA-23 から250が設置後の滑走中に前足が引っ込んだためそのまま400メートル滑走した後停止した。機体は中破した。原因は機長が前足のロックを確認せずに着陸したためとされた。1993年3月31日、アンカレッジ発シカゴ行きの日本航空46。 E 貨物便ボーイング747から121がアンカレ自国際空港を離陸直後に乱気流に遭遇。設計限度以上の負荷がかかり、第二エンジンが脱落。パイロットが緊急事態を宣言し、アンカレ自国際空港へ引き返した。1997年6月8日、香港発名古屋行きの日本航空706便 MD-11 型機が、 名古屋空港への着陸侵入中、島半島上空で自動操縦が外れた際に急激に機種が跳ね上がり、機体が乱高下した。乗員乗客180名中12名が重軽傷を負い、重傷の客室乗務員1名が1年8ヶ月後に多臓器不全で死亡したため人身死亡事故となった。運輸省航空事故調査委員会の報告書は、 機長の操縦ミスを原因と推定したが、刑事裁判においては、機長の刑事責任はないとされた。1998年11月14日、都発羽田行きの日本トランスオーシャン航空レニーに、ピンボーイング737から200型機が、新島 VORTAC の西南約 100km 上空で、急激な機体の動揺に襲われ、乗客1名と、 客室乗務員1名が重傷を負い、乗客2名と客室乗務員1名が軽傷を負った。原因は、先行機のストロボライトが急速に左右に離れたため、航空機が急接近していると副操重視が判断し、とっさに回避動作を取ったためであるが、機長は景気を見ていてこの投下を指認していない。乗客1名が、事故発生直後に窓から、 反対方向に飛ぶ飛行機を指認していたが、完成期間等の情報では、その存在を解明できなかった。二千一年一月三十一日、羽田発那廃機の日本航空九百七便ボーイング七百四十七の四百 d 型機と、富山発成田行きの日本航空九百五十八便 DC-10 型機が、駿河湾上で異常接近し、衝突回避動作を取った907便で、 重軽傷者100名を出した事故。航空管制官の複数のミスと TCS の指示より管制指示を優先した機長の判断ミスが原因。これを機に TCS と管制指示が相反した場合の優先順位が明文化された。2002年10月21日、福岡発羽田行きの日本航空356便、ボーイング747の 400D 型機が 静岡県浜松市付近の海上上空にて、ウィンドシアに巻き込まれ、乗客3名と客室乗務員1名が重傷、乗客18名と客室乗務員11名が軽傷を負い、また機体の一部が損傷した。事故原因として、ウィンドシアに遭遇した際の操縦特性を体得する機会がなかったことが挙げられている。2003年6月7日、 福岡空港から関西国際空港に向かう予定の日本航空322便ボーイング767の300型機が福岡空港の滑走路に向けてタキシング中停止位置標識で止まるために急ブレーキをかけた。客室乗務員1名が重傷、3名が軽傷を負った。2004年9月23日 鹿児島発伊丹行きの日本航空2408便 MD90 の30型機が伊丹空港へ向けて降下中、タービュランスに巻き込まれた。その際、通路にあったカート上のコーヒーポットが倒れて乗客にかかるなどして3名が重軽傷となった。事故調査報告書によると、原因は運航乗務員による気象レーダーの活用が不十分だったために、 積乱雲を回避できなかったこととしている。2005年6月15日、新地と世発羽田行きの日本航空船2便ボーイング767の300型機が羽田空港へ着陸した際、前足が破損し、滑走路上で自走不能となった。この衝撃で機体が昇破し、乗客17名が軽傷を負った。原因は、 着陸時の操縦艦の操作ミスにより前足に過大な荷重がかかったためである。2005年8月12日、福岡発ホノルル行きのジャルウェイズ58便 DC-10 型機が福岡空港を離陸直後に左エンジンから出火した。落下物により5名が軽い火傷を負った。2007年12月18日、 出雲空港に着陸した日本エアコミューター2345便サーブ340バイト型機が滑走路右側に逸脱し前足を破損しエプロン上で停止した機体は消破したが乗客乗員に負傷者はなかった原因は設置前に行ったパワーレバー操作によって左プロペラがフェザー状態となり機種が変更したが これに応じる適切な操縦操作をしなかったためである。2008年2月16日、新千歳空港へ着陸した、大阪発の日本航空2503便、マクドネルダグラス MD-90 から30型機、JA8020 が、滑走路から出る前に、東京行きの日本航空502便ボーイング747の 400D 型機、 JA8904 が許可を得ていないにもかかわらず、離陸滑走を開始した。管制官の指示により502便は離陸中止を行い、両機の乗員乗客は無事だった。原因は、管制官が通常使用しない5区を含む指示を504便に対して出し、パイロットが指示内容を誤読したためだとされた。2009年7月23日、 大阪国際空港への着陸許可を受けた、鹿児島発大阪駅の日本エアコミューター2400便、ボンバルニア DHC-8 から402型機が、同滑走路を横切った。管制官の指示により2400便がまた行したため、事なきを得たが、重大インシデントと指定された。原因は、2200便の運航上務員が、滑走路手前での待機指示を聞き間違えた上、 管制官も副賞の誤りに気づかずそのまま滑走路に侵入したためである。2010年8月15日、仙台発福岡行きの日本航空3538便 MD-90 の30型機が仙台空港を離陸直後に第二エンジンの油圧が低下し、火災発生を知らせる警報が作動した。運航乗務員は緊急事態を宣言してエンジンを停止し、 消火作業を行った後に仙台空港へ緊急着陸した。運輸安全委員会は航空重大インシデントとして調査していたが、エンジン部品の疲労破壊が原因であると公表した。2012年3月31日、上海から羽田に向かった日本航空82便、ボーイング777の200型機が羽田空港への着陸時、 滑走路への設置後に行った着陸また行の際に、機体後部を滑走路に接触させたが、当該機は着陸また行の約27分後に無事着陸に成功した。着陸後の調査の結果、機体には約11メートルの傷ができ、圧力隔壁もわずかだが変形していた。事故原因としては、機長がハードランディングを避けるため着陸また行を宣言した際、 逆水力装置が操作中であったためエンジン出力の増加に時間がかかったこと、加えて着陸また行事の役割分担がはっきりせず、計器のモニタリングが不十分だったことも影響した可能性があると指摘している。2012年10月20日、羽田発松山行きの日本航空1471便、ボーイング737の800型機が離陸上昇中、 第一エンジンの出力が低下し、排気ガス温度の上昇が見られたため羽田空港に引き返した。エンジン内の高圧コンプレッサーのブレードが外枠に接触したため、エンジンの破損につながったとみられる。2012年11月26日、成田発上海行きの日本航空877便、ボーイング767の300型機が、 静岡県上空を飛行中に機体が激しく揺れ、席を離れていた乗客一人が負傷した。大気の上乱により、局所的に発生したウィンドシアに遭遇したものと考えられている。2012年12月25日17時頃、新千歳から花巻に向かった日本航空2837便、ボンバルディア CRJ200 型機が、 花巻空港での着陸滑走中にスリップ式体が緑地帯に突っ込んだ。滑走路が滑りやすい状態になっていたところに、機長がラダーペダルを急に踏み替えたために滑走路から逸脱したものと考えられている。2013年1月7日10時21分頃成田発ボストン行きの日本航空008便、ボーイング787の8型機が、 ローガン国際空港に到着後、機内で火災が発生した。乗員乗客はすべて後期した後だったため死傷者はいなかったが、消火に当たった消防隊員一人が軽傷を負った。出火の原因は、補助動力装置内にあるリチウムイオン電池のショートであった。2013年1月8日、ボストン発成田行きの日本航空7便ボーイング787の8型機が、 ローガン国際空港でタキシング中、左翼付近から燃料が漏れ出していると、空港管制官から連絡を受けたため、中期場へ引き返した。また、同年1月13日にも、成田にて当該機の燃料の抜き取り作業を行ったところ、左翼にある燃料放出ノズルより燃料が噴き出した。共に、異物の噛み込みや付着により、ボストンでは意図しない、 燃料移動が発生して通気口から漏出。成田では燃料放出弁のスイッチが誤作動し弁が、回の状態のままとなったために紛失したとしている。2013年5月6日12時15分、大分からの日本航空2362便、ボンバルディア CRJ200 型機が、伊丹空港に着陸後、エンジン火災の警報が出たため消火装置を作動させた。 エンジン内部のナットが緩み燃料が漏れ、これがエンジンの熱で発火したと考えられている。2014年4月29日9時45分、山形発羽田駅の日本航空1252便、アージ170の百型機が茨城県石岡市上空を飛行中、機体が上下左右に揺れて、客室乗務員2名が重軽傷を負った。先行する。 航空機から強い航法乱気流を受けたために機体が動揺したと考えられている。2014年9月12日17時33分、羽田発ソウル行きの日本航空93便、ボーイング 767-300ER 型機が飛行中に大きく揺れ、乗員7人が転倒して負傷した。大流運により生じた気流の乗乱により、機体が動揺したとされた。 2015年4月5日10時58分、羽田発徳島行きの日本航空455便、ボーイング767の300、出発機の対応に気を取られていた航空管制員が作業車両の存在を失念し455便に着陸を許可したことが原因。2016年2月23日15時10分ごろ、新地と瀬から福岡へ向かう。 予定の日本航空3512便ボーイング737の800型機が新千歳空港の誘導路での出発待機中に機内で異臭が発生し、続けて右エンジンからの出火が確認された。乗客は脱出スライドより緊急脱出を行ったが、その際に乗客3人が重軽傷を負った。原因は強い降雪によりエンジン吸気部が着氷し、 その結果エンジンオイルが漏れたためとされる。2016年11月10日、鹿児島発羽田行きの日本航空648便、ボーイング767の300型機が離陸上昇中、客室乗務員が乗客に注意をしようとベルトを外した時に乱気流により機体が揺れたため、客室乗務員は転倒し負傷した。二千十七年九月五日十一時頃、 羽田発ニューヨーク行きの日本航空006便、ボーイング777の 300ER 型機が、羽田空港 34R 滑走路を離陸滑走中、左エンジンに不具合が発生した。離陸した当該機は、左エンジンを停止し燃料投機を行った後、12時9分に羽田空港に緊急着陸した。その後の調査によりエンジン内のタービンブレードに損傷が見つかった。 運輸安全委員会は重大インシデントとして調査を進めている。2018年5月24日15時55分頃、日本航空632便が熊本空港を離陸直後に左エンジンに不具合が発生し、熊本空港に緊急着陸した。破損したエンジンから落下した部品により、地上の建物の窓ガラスが割れるなどの被害があった。 運営安全委員会は重大インシデントと認定し調査を進めている。なお、2003年6月7日に日本航空322便として事故を起こした同じ機体である。2018年6月24日15時57分頃、日本航空514便が仙台空港の北8 0トルを飛行中、機体の動揺により客室乗務員が転倒し、 左足首を骨折する重傷を負った。運営安全委員会は航空事故と認定し、調査を進めている。2019年2月1日7時10分頃、成田空港に着陸したデリー発の JAL740 便ボーイング787の9が誘導路を走行した際、積雪の影響で前輪を左右に動かすことができなくなり、立ち往生した。JAL はブレーキをかけたが、 止まれなかったと報告している。JAL によると、車で牽引され、同9時半頃、駐機場に到着。怪我や体調不良を訴える人はいない。2020年12月4日、那覇空港を離陸した日本航空904便の左エンジンに不具合が発生し、那覇空港へ引き返した。乗員乗客189人は全員無事であったが、 左エンジンはカバーが脱落するなどの損傷を負った。他、胴体左後方と左側の水平尾翼にも傷が見つかった。運営安全委員会は重大インシデントと認定し、調査を開始した。2020年12月8日16時過ぎに、羽田空港発、那覇行きの日本航空921便から、油圧系統の不具合が発生したと完成に連絡があり、 羽田空港に引き返して着陸し、乗客乗員計167人に怪我はなかった。また、日本航空は12月4日、904便がエンジントラブルで緊急着陸したため、日本航空が原因の究明を急いでいる。ありがとうございます。